こんばんは。こんばんは。こんばんは。どうも、高尾さん。こんばんは。どうです。松本です。ああ、松本さん。はい。どうです。どうです。すみません、ちょっと映像が。いえ。声よろしくお願いします。お願いします。皆さん、こんばんは。こんばんは。んんは西原クラスの山根です。はい、山根さん、お疲れ様です。お願いします。山根先輩、お疲れ様です。どうも、こんばんは。よろしくお願いします。ポリさん、お疲れ様です。お疲れ様です。松潤さん、こんばんは。あ、こんばんは。見えますか？映りますか？切り替えないと映らないかな。お、山根さんが、こんばんは。こんばんは、どうも。松潤さんは画像が出てないですね。画像が松潤さん出てないですね。うん。あ、これで出ました。すいません。出ました。こんばんは。こんばんは。なんかミスター M さんがオロオロしてませんか？大丈夫ですか？声がうっす。の声が入らなくてます。僕ですよね。ちょっと待ってくださいね。これ一回再生ごとにはおちが、全員マイクはオープンにしてると思うんですけども、あの特に喋る義務はありませんから。それから焼肉食べなくても食べてもどっちでも OK です。すごいな肉が。デバイス場合によって2つ持たれてる方、1個切らないと羽織る可能性が非常に高いんで、そこのとこよろしく。ミスター M さん。そこのとこよろしく。よろしくお願いします。なんか聞こえてるとき聞こえますよ。なんかよくわかんないんで。それじゃあね、もう時間も過ぎましたんで、なし崩し的に始めて、まあ、なんていうんですかね、飲み会に遅れる人はいつでもいますんで、その辺、あと、途中退室も、なんか勝手に行って勝手に帰ってきて、眠くなったら終わりということで、そこのとこよろしく。よろしく。うっせぇ。じゃあ、今日ガチンコ男塾第1回目なんで、男状態ですみませんけども、しかも中年だらけで、うっす。おはようございます。じゃあまあ、食いましょうか。いや、焼いてく、焼きますよ。もう焼いてく。今日のね、メニューは、これは、この牛のロースですね。和牛ロース。島根県産です。うわ。元のですね、中山牧場のやつですね。地元の方ご存知の中山畜さん。あ、久保さん家に僕今から行きますから間に合いますよね、まだ。大丈夫です。で、こちらが豚ですね。こっから豚してる。はい。三沢山さん、大工の方に。おっと、響いてますね。ワンワン肩。恐ろしい音が。宇宙人がやってきそうな音で、これは今日は物になるんでしょうか。今日は私ですね。もう電源を、はい、電源落としました。あ、ボリュームをね切るといいと思いますよ。あの2台使う場合は。はい、あ。はい。あれ一個なんか切れちゃったのは誰だろう。西成浩二チャンネルですね。あ、そうなんですかね。はい。もう、ハウリング起こすから電源落としました。ハイライトムービーメーカーって出てますね。あ、ミスター M さん出た。ミスター M さんはザイグルですけどね。あ、いい感じじゃないですか。そのアングル。うん。鉄板映って。あ、すみません、なんかこう、
出席番号じゃないんですけども、今日も私ね、スマホで見てるんで、全体が見えないんですよ。4人しか見えてないんで、ゆっくりと、ちょっと自己紹介、順番にいかないかもしれませんけども、短めに、よろしく。よろしく。ここです。次の方、どなたでも。誰もいない。ん？聞こえないけど、オスミスター M さん。聞こえないですね。M さん、音声が聞こえないですよ。M さん、音声が聞こえてないんで、オス、よろしく、そこんとこ。聞こえてないの。あ、でも聞こえてるみたい。こっちから聞こえてるみたいですね。うん、ありがとうございます。あとはまあ、なんか、なんていうんですかね。ただ、食って、適当に喋って、聞こえない人は聞こえないと。なんでだろう。ちょっとこれね、画面をこうやったら切り替わるんですよね。お、松潤さんがいるじゃないですか。コーヒー、エメマンで。食べてますね。おう。食べてます。たまにこうやって動かさないといけないね、僕の方で。こっちは山根さんがいて、松潤さんがいて、浩二さんのがあると。ノッキーがいるということですね。山根さん、こんばんは。こんばんは。どうも。こんばんは。いや、ちょっと山根さん、オーディションのことをちょっとしばらく聞かせてもらっていいですか？ YouTube でも聞かせてもらったんですけど。はい。皆さん本当に応援ありがとうございました。なんかね、オーディションあんな簡単に受かるのかなってね、多分ね、あそこまでは皆さん受かると思うんですが、そこからもう自分で活動していかないと、やっぱりいけないのでね、結構ね、費用もかかるみたいですし、でもね、曲は作ってくださったりですね、作詞作曲、あとインターネットにも載せてくれるし、あと全国のなんかカラオケにもね、なんか自分の曲が載るみたいなんですけどね。そこでね、まあ今の生活を捨てて、まあこの50のおっさんがそこに向かっていくのはちょっと厳しいかなということもありまして、まあ辞退させていただいたんですけどね。まあ、辞退させてくださいって言ったらね、もうそうですか、残念ですねっていう感じで、もうすぐね、そのしつこくどういうかな、頑張りましょうっていう感じではなかったですね。はい。なるほど。はい。まあ実際、そうですよね、道が開けても、そう、そっかですね。その道一本で行くように生活立て直せるかどうかっていうのが、なかなかね、はい。でも、挑戦できてよかったですね。よかったです。まあ、本当に、これからの僕のね、この、どう言いますか、チャレンジ精神というか、に火がつきましてね、また頑張っていきたいなと思っています。はい。はい。まあ、今回ね、松潤さんも、オーディション行かれたみたいですけど、いかがだったですか？はい。僕はですね、電話の時にですね、山根さんが言われてたことを最初に聞いたんですよ。例えばその40代、44歳で今ですね、実際に44歳の方がいて、まあ、その方はその費用がかかってもいいんで、やっていきたいという方がいるらしいんですね、44歳で。うん、で、その方はその実際電話の対応の内容はですね、まあ、歌はそんなになく、まあ、今の時代はですね、例えばそんなにうまくはなかったとしてもですね、SNS とかですね、フォロワーが数万人とかいる方っていうのは事務所が優遇するらしいっていうのを聞いたんですね。例えばインスタグラムでフォロワーが2万人、1万人とか、そういう方はまあ、優遇されると。で、実際、紅白に出たエイトさんっていうんですかね。僕よく知らないんです。はい。
あの方とかが、あの方もそうらしいんですよね。SNS からフォロワーがいっぱいできていって、そこからそのなんかこう、紅白への道っていうか、開いていったみたいな感じのことを言われてたんですよね。おおお。それで、だからもう、この44歳の今、事務所に所属してる方もですね、インスタグラムをゼロから始めて、今1年間で3万人増えてるって言ってましたね。いえ。はい。なんで、まあ実際ね、僕はね、もう、その費用とかかりますけどっていう、その最初にその話をされて、これ無理だろうみたいな感じを思いながらもですね、まあ、一応面談というか、一次審査ですかね、うん、渋谷まで受けに行ったんですけど、お実際にですね、その僕が待ってる時に、その女性の方もその後から来たんですよ。うん、で、一番最初の方ですかって聞いたら、いや、違うんですけどって言って、多分女性の方、まあ、いろんなその後、まあ、何人か受けられる方が予定してたんだと思うんですよね。うん、やっぱプロデューサーと話すと、やっぱりこの自分が今までやってきてその足りなかったものだったりとかですね、あ、ここは良かったら、じゃあこの次は、まあ、趣味の範囲だとしても、こういうことやっていこうかなっていうようなものが見えたんですよね。それはだから自分にとってはそう、のど自慢に挑戦しようみたいな、まあ、そういったことにつながっていたんですけど、まあ、今年ですね、スケジュール見たらその東京の大会っていうのはないんですよ。なのでちょっと来年にここはですね挑戦しようっていうか、まあ思ってですね、今来月からまた発声ボイストレーニングっていうのをね通ってちょっとまた本格的にやっていこうかなっていう次第ですね、今は。以上ですね。ありがとうございます。中はい。まあ、マッチンさんも面白かったですね、なかなかね。ああ、そうですか。なんかこう、動画の放送しながらオーディションって、はい、まあ、ネタもそうだし、こう視聴者さんも一緒に楽しめるっていうかね。で今回こうやって挑戦者も横にいたんで。はい。そうですね。いや、山根さんがいいきっかけをくれました。ありがとうございます。そうですね。本当ありがとうございます。山根さん、ありがとうございました。いえいえ、またやりましょう。いろいろね。やりましょう、やりましょう。はい。やりましょう、やりましょう。ぜひぜひ。お願いします。お、ミスター M さん焼いてますね。はい。焼いてます。あ、はい。もちろん、聞こえますか？はい、聞こえます。聞こえます。じゃあ、ミサイムさん、ちょっとなんか喋ってください。よかったです。ええ、マイクに、こずっていまして、うん。よろしくお願いします。ミサイムさん、今日のネタは、ネタの紹介とか、こう、私はこの豚ロースを。今日は、こちらですね。おぉ、すごい天気かい。今日は牛の厚切りの肩ロースステーキ。おぉ。いいじゃないですか。それで、あと、薄いのが、もう2枚ずつあります。ああ、すごい。っていう感じです。あ、また切れちゃった。ミサイルさん、また切れちゃった。切れ。コウジさん。はい。あ、いますね。よかった。コウジさんは今日はビール飲みながらですか？そうです。ね、はい、今、LINE が飛んできて、はい。ちょっとホストさん、招待かけたってもらえますかね？あ、わかりました。行ってきます。はい、じゃあ3名新たに許可出しました。入れたかな？今参加された方、よろしかったら声出してみてください。誠さん、誠さん、はい、
野崎さん。聞こえますか？はい。あ、ありがとうございます。今、LINE いただいて、久保塾長に、紹介というか、入れるようにしてくださいということで、オンラインの方で、させていただきました。はい、はい、ありがとうございます。マッチョになりたい。よろしくお願いします。誰か喋ると。これね、一人で喋ってもいいんですけど、皆さんの声も聞きたいんで。ラーメン、お題を出しますんで、順番にお願いします。はい、いいですか？おっす。おっす。じゃあ、お題出したらリスタイムさんから。はい。男とは何ぞや。男とは、今私が掲げるのは、後半に生きるっていうことです。はい私も久保さんのように、家庭を支えられるような男になりたいと思っています。はい、いつも刺激をいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。よろしいですか？はい。大丈夫です。お次の方は？いない。お次の方は？終わっちゃったよ。あれか。無言で食べるだけの放送だよ。なっちゃう。順番で言ったら、C の木男性いっぱいの順番じゃないですか？いいじゃないですか。じゃあ、のきのきくんが、食べるかな？なんか、参加してるふりして、ログインだけどっかいたけてるって結構あるんですけど。じゃあ、コウジさん。はい。なんか、男についてちょっと語ってください。男について？はい。男について、やっぱり、家族を守ることじゃないですかね。お。日本男子、やっぱり守るものがあるから、生きていけるんだと思いますよ。はい。そうですね。はい。うん、じゃあそこへ行くと、しっかりと家族を守ってる高田さん、なんかコメントないですか？コメント。これ。はい。僕ですか？はい。いや、うん、そうですね。男とはというか、僕はやっぱり男の友情に僕は弱いタイプなんで、おやっぱり昔の久保さんも好きな、漫画でいうと、やっぱり僕らの世代っていうのはやっぱりザ・友情みたいなのがテーマで、うん、それにやっぱりね、でも大人になるとなんかやっぱりお金の貸し借りになる話が多いんですよ、なんか知らないけど、うん、でやっぱり友情っていうのをですね、育んだのは時代でもありました、僕は。で、まあそれが今なった感じですね。はい。うん。ありがとうございます。なんか、野田ちゃん語ってみませんか？まこちゃん。はい。いいですか？はい。お願いします。自分は独身なんで、男とはズバリ夢に向かっていけることです。あ、いいじゃないですか。すいません、失礼しました。はい、ありがとうございます。なんかこう、あれですよ。こういう男に憧れるな、みたいなのがあったらね、なんかすごい香りで止まらないんですよ。音がきますね。はい。ね、エムさん。はい。かっこいい男ってのはどんな人のことですか？かっこいい男は、そうですね。心も体も、マッチョでありたいですね。マッチョでありたい。はい。体だけじゃなくて、
精神的な部分も、マッチョで、あったり。で、十分マッチョになったんじゃないですか。まあ、そうですね、だいぶ、以前、ブクブクだった頃よりは、変わりました。はい。はい。で、松浦さんは、1年前の、ピーサイブさんご存じないと思うんですけど。はい、そうですね。ビデオ見たんですか？え？ビデオ見たんですか？動画。動画、すごいですね、横のお腹の出っ張りがすごい、こう、ぐって。変わっていく姿。別人ですよ。あれはすごいっす。質問いいですか？ミスター M さん。大丈夫です。ミスター M さんのトレーニングの中にですね。はい。トレーニングの中で、はい。懸垂とかってあるんですか？あ、懸垂ありますね。あ、ありますか？はい。僕がやってる。映像的そうですね。懸垂の。あ、多分。懸垂 やられてますか？懸垂。やってますね。あ、そうなんですね。今の動画。バーがあるので。はい。あ、そうです。懸垂は結構背中の筋肉とかっていうのを鍛えられるんですよ、やっぱり。あ、懸垂は背中に一番いいので、おすすめしたいですね。はい。結構、やると効果がすごい出やすいので、あ、出やすいんですか、やっぱり。鍛えるのにお勧めしたいです。ああ、そうなんですね。懸垂でですね、僕もちょっと近所の、はい。鉄棒とか公園にあったら、ちょっと一回やりに行こうかなって思った時があったんですけど、はい。あ、すごいいいと思います。なかなか、恥ずかしくてできないんですよね。ああ、なるほど。で、僕も。はい。で、機材とか、懸垂の機材があるじゃないですか、はい、Amazon とかに。ありますね、ぶら下がりの棒。なんかおすすめのものとかありますか？おすすめの機材とかってなんか。あ、おすすめのは、一応懸垂スタンドっていうのが、Amazon さんであると思うんですけど、はい。はい、で、ポイントは、耐荷重とかを、はい、見られると、いいかと思います。ちょっとあまり安すぎるものですと、ちょっとこう、はい、ぶら下がった時にすごいぐらぐらいったりして危なかったりするんで、はい、ある程度しっかりしたもので、はい、まあ、ぶら下がり棒って多分、1万円ぐらいから出てるかと思うんですけど。はい、はい、ありますね。はい。なんで、あまり安すぎるのは、ちょっと危ないかもしれない。すごい揺れたりする。なんかこう、やったときに、あ、はいはい。すごい、ギシギシ音もしたりするんで、ある程度作りのしっかりした、耐荷重の免疫がある程度こう、もう僕なんか100キロ以上あるんで、前はブラタスギボを使ってたんですけど、はい、はい。今は重いパワーラックっていうやつにバーがついてるんで、それでやってるんですけど、前は、懸垂だけのためのぶら下がり棒っていうのがあって、それを使ってやってたんで。はい、あ、すごいですね。それやっぱり。おすすめしたいです、ね。背中の筋肉だいぶ変わりましたか？あ、すごい変わりました。懸垂が一番効果あったなっていう感じです。あ、そうですか。背中を鍛える上で。はい。で、なんか、まあ、持ち方とか、うん、ああ、はい、なんか、まあ、公園とかで、持ち方で、辛さが変わってくるんで、はい、内側にすると、ちょっと力が使いやすくて、手を、はい、反対に、順手にして、広げていくと、どんどん辛くなってくるんですね。で、狭くしていくと、ちょっとずつ、負荷が、もう力が出しやすくなるんで、で、一番出しやすい手を内側にして、狭くして、はい、まあ、だいたい肩幅ぐらい、はい、肩幅ぐらいにする、はい。これが一番力が出やすいんですね。こういう感じですか？はい。で、背中を鍛えたい場合は、はい、背中を、反った方がいいんですよ。こういう
反った状態でやると、そうですね。はい、だから頭をこう真上に向けるような感じでやると、はい、背中の方が伸び縮みするんで、はい、で、こうやって起こしちゃうと、はい、腕の力メインで使うことになっちゃうんで、あ、なるほどですね、体をこう上に反らしてやると、反らしてやると背中に入りやすいです。じゃあこう、上半身こうなっちゃうんですよね。あ、そうですね。極端に言うと。すいません、なんか肉焼いてるときです。いや、大丈夫です。こうだと、このままだと、はい、腕になっちゃうんで、はいはい、こういうふうになった状態で、引くと、うん、背中に、すごい入る。効いてくるって感じですか。そうですね。だから最初は、多分こう、順転にして、はい、順転にして、で、こう、反りながら、はいはい、反りながらこんな感じで、極端に言うとですよ。ああ、なるほどですね。すると背中に来ますんで、この状態でも結構来ますよね。結構ちょっと入ります。入りますね。はい。ありがとうございます。ちょっとそこを使ってるのが分かると思うんで。はい。僕も最初、ホームレスの時は、神社の公園の鉄棒でやり始めたんで。やり始めた。そうですか。やり始めた。それでも、鍛えられたんで。はい。なるほどです。そう、鉄棒のおすすめです。おすすめですか？よかった。ありがとうございます。ちょっと試してみます。公園とかにもあるんで。あ、はい。早朝とか、夜とかでも。人気が気になる場合でしたら。そうですよね、はい。早朝か夜ですね。早朝とか、まあ、慣れてきたら気にならなくなりましたけど、最初、なんかもう1回しかできなかったりとかしたときは、はいはい、結構、ちょっと恥ずかしい思いもあったので。でもちょっとこう、回数、ちょっとずつできるようになると、もう別に時間帯関係ない。公園とか。マッスルなんとかってできますか？マッスルなんて。あ、マッスルアップってやつですか？はい、はい。こうやってなんか、あれですよね。こうやってこう、ここからこう。そうです、そうです、そうです。こうやってこういうふうになるやつ。そうです、そうです。それで、ちょっとやっぱか、今、練習してるんですけど、ちょっとやっぱ重いんで、体重が。あれできたらかっこいいなと思う。そうですね、あれできたらかっこいいですよね。いや、もう、はい、ありがとうございます。いろいろ勉強になりました。いえ。すいません、なんか肉こけちゃってないですか？大丈夫ですかね？いや、大丈夫です。コントロール。はい。こぎにくいやつなんで、これは。ミスター M さん、もう一つ質問していいですか？はい、そのプレートって、全然煙が出てないんですけど、はいはい、前からちょっと気になってたんですけど、これは煙が出ないっていうのが特徴なんですね。はい、このザイグルっていう名前なんですけども、ザイグルっていう名前なんですけども、はい、アマゾンさんとかで売ってて、はい、煙が出ない、焦げにくい、あと匂いが出にくいっていう、はい、3つのポイントが売りで、はい、で、僕も自宅でお肉を結構ガンガン焼いてみたいなと思って、はい、使ってみたんですけども、もう実際煙がやっぱりあんまり出ないですね。全く出ないですか？もう湯気が出てるような感じで。あ、そうですか。なんか赤外線のヒーターで焼いてるので、はいはい、あと、ちょっと見えるかわかんないんですけども、ここの真ん中に穴が開いてるの見えますかね、ここに。真ん中、くぼみみたいなもんですか？あ、これ、はい。ここに油が流れる仕組みになってるんですね。そうなんだ、それ。なんで、この鉄板状で油があんまりない状態になるので、はい、だからここ焦げたりとか、はいはいはい、ぐらいんですね。それなんで煙も油がない少ないので煙も出にくいっていうふうに、はい、これ買ってよかったと思ってます。
動画で見て気になったんですよね、それ。ああ、いや、これすごい、おすすめしたいですね。おすすめですか？おすすめです。チェックしています。はい。ありがとうございます。ええ。で、これ、僕、これ 2代目なんですけども、はい。こっちはちょっと新しい方で、新しい方はちょっと、はい、この首振りヘッドっつって、この、ここに、はいはいはい。例えば、こうやって、手をこういうふうにやるときに、これどかせるんですね、はい、上のヒーターを。こういうふうに動かせるんですね。はいはい。それで、こちらですね。で、でも前作のやつがあるんですけども、はい。こちらは、ここが動かないんで。ああ、固定されてるんですね。結構大変なんですよ。これが動かせないと、こういうふうに作業、結構こう当たらないように気をつけないといけないので。はいはいはい、ああ。ですんで、まあ、僕はこっちの動く方をおすすめしたい。あ、そっちですね。はい。ザイグルですよね、ザイグル。ザイグル。はい。ザイグル。これはザイグルアブリンっていう名前なんですけども。はい。はい。ありがとうございます。ちょっと、後でチェックします、これ。はい、いいこと聞きました。ありがとうございます。ぜひ、はい。おすすめ、はい。させていただきます。ありがとうございました。はい、いえ、ありがとうございます。ありがとうございます。塾長、はい、そのユニフォームアマゾンショップで出てたんですけど、はい、アマゾンでやっぱり買わかったんですか？いや、これは下部屋です、僕の。ああ、ほんまもんですね。ほんまもんです。はあ、今日はですね、はい、僕もレビューアーやるためにね、ウェブカメラっていうやつを、はい、タイムセールでアマゾンから購入しました。お、パソコンから行きます。はい、お願いします。まだね、到着は明日か明日予定になってましたけど、はい、もうそれが来たら早速ウェブカメラを使って YouTube 配信をしていこうと思ってます。あ、どんどんお願いします。はい、お願いします。コウジさんは105人ぐらいになったんでしたっけね、チャンネル。そうですね、おかげさまで105人様の、はい、チャンネル登録者さんがついていただきました。ありがたいですね。ありがたいですね。やっぱり皆さんに紹介していただくたびに、数は増えていきますね。はい。あ、コウジさんが面白いからじゃないですか。やっぱお人柄というかね。はい。もう一人新しいキャラも出てきとるんですけどもね、最近。あ、そうなんですか。はい。ぜひご紹介ください。はい。今言ってますけどね。あ、今言ってるんですか。はい、いてます、いてます。変わりますね。はい。こんにちは。東海工事と言います。今カメラがもうついてないから、なんともならんのですけども、いつもの西成さんの面を借りてオタク風でやらしてもらってますわ。おお、エッチオタクです。エッチオタク。は、はい、エッチなんですか。はい、もう24時間もうずっとエッチなビデオばっかり見てね。で、
ドモルはね、キャラなんですよ。はい。今頃たたぶん誠さんが笑ってると思うんですけども。あ、こんな感じでね、ちょっと、はい、最近は三役をやらせてもらってます。役者が増えてますね。はい。なんだかんだとね、面白いことをリクエストされるんでね。ああ、誠さんがリクエストされてるんです？いや、誠さんはね、心霊系ですね、主に。これはこれで結構ね、部屋真っ暗にして、はい、YouTube ライトを、はい、顎の下から向けてね、はい、まぶたをしないようにしてね、まばたきをしないようにしてね、はい、はい、怖い BGM を流してね、やらせていただいてます。ああ、そうなんですね。はい。まあ、新しいキャラクターどんどん育てていってください。はい。遊ばせていただいてます、YouTube で。すごい。やっぱ、浩二さんの表現力がね、やるたんびに増していくんで、うん。まあ、新しいファンどんどん捕まえていくんじゃないかなと思いますよ。ありがとうございます。だけどね、勝手に紹介してみたシリーズをね、やるたびに一人ずつチャンネル登録者さんが減っていくんですよ。勝手に紹介してみたね。はい。松潤さんと高田さんとか、うん、あと今日来てないんですけどもね、はい、塾長の板にもよくコメントを落とされる、はい、NEO2758 さんとかね。はい、あの方たちを、まあ、基本私よりチャンネル登録者数の多い方ってあんまり紹介しないんですけどもね、高田さんが新しい企画でラジオをやりだしたんで、ラジオの企画やりだしたんで、はい、はい、3回ぐらい紹介させていただいたんですかね。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。とんでもないです、とんでもないです。あ、ちなみに、マチューンさん。はい。ミスター M さんのザイグルの紹介動画って何回か上がってるんですよ。上がってますね、上がってますね。ぜひご覧ください。はい。あ、山根さん。山根さんが見えます、山根さんが見えます。こんばんは。あとなんか、喋ってない人、誰かいるんじゃないですか。喋ってない人。いない。だから高田さん、なんか面白トーク、とっておきのやつお願いします。面白トークなくてですね、ちょっと、ミスター M さんと松潤さんの話がちょっと思い出して、はい、私もですけど、リライブシャツって知ってます？はい。リライブシャツって知ってます？あ、分からないですね。これはですね、最近僕知って、はい、みんなに広めたいなと思って、久保さんは多分知ってると思う、マネの虎っていう番組あったでしょ。はいはいはい。あれの今、令和の虎っていうのが、YouTube でやってるんですけど。あ、知らなかったっす。で、それで、三崎裕太さんとか、その、はい、今のそういうなんか若い経営者の方が出て、私がやってるんですよ。はい、うん、で、調べたらもう1年ぐらい前なんですよ。ちょっとまあこの YouTube のリンクを貼りますんで、このシャツがね、はい、すごいんですよ。なんかもう今買えないんだけど、予約になってて4月にないと買えないんですけど、はい、詳しくまあこれ後で見てほしいんですけど、この YouTube は。その要するに、基礎代謝が上がって、なんていうかな、さっきのミスター M さんの、例えばこういう話があるじゃないですか、これを広げるとかなんか、広げる、はいはいはい、ここですね。その筋肉の要するに、普段よく言うその使ってない部分とかなんとか言うじゃないですか、人間は全部 100% 使えないとかっていう。で、それを使えないところまでこう使えるようになる T シャツなんですよ。だから 1.2 倍ぐらいこうなんか上がって、その力が、はい、介護業界とかにまあ最初に導入するために開発したらしいんですけど、はい、これを見てください。これすごいなと本当に僕思ってて、はい、
値段はね、多分ね、結構するんですよ。7000円から1万何本でした、確か。あ、結構しますね。結構します。うん、ただ、これを知らない人に、ただ単に広めたいなと思っただけで、はい、はい、思いますけど、ミス・アイムさん、ぜひですね、はい、リライブシャツで調べたら出ますから、シャツですね。はい。見てみてください、その動画を。あのマネの虎の動画ですから。はい、あ、マネの虎の動画ですね。はい、着て、もちろんやったら、筋トレをやったら、はい、上がるっていうことも立証されてるんですよ、その。あ、効果が。エビデンスも、なんか、あのスポーツ業界とか、はい、そういうところにね、言ってるんだけど、はい、もう上がりすぎぐらいって言ってました、なんか。ああ、そうなんですね。なんかもっと言ったら、それを着たことによって、はい、あの要するに何でもその使えるわけですよ。例えば、体がそうやって引き締まったことによって、集中力が上がったりとか、はい、だから学習するのにいいとかね。あーでカードゲームをやる人がそれだったらいいとかってなんか言ってましたよ、だから。あーうーん。だからまあ、それちょっと、それをちょっとあのお伝えしたかっただけです。あ久保さん、知ってます？いやね、ただ、あの、見てください。調査者が上がる T シャツかなんかですか？そう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 。ああ、なんか良さそうですね。見てみてください、それ。わ、うん、かりました。はい。あとリンクをクリックさせてもらいます。はい、YouTube のまあおすすめでした。はい、以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに、お話しする間に、高橋さんという方がいらっしゃいました。高橋さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、ありがとうございます。高橋さん。はい。作ってます、みんなで。安原くんは出てこない。山根さん山根さんがいなくなりました。いなくなった感じ焼きに行ってるんじゃないですか。焼き肉やバーベキューですよ、山根さんはバーベキューに行ったんじゃないか今日塾長動画で、はい、今日やったかな、動画で上げられてはったように、はい、YouTube でメールをくださいっていうやつ、はい、あったじゃないですか。はい、あれって本当便利ですよね。あ、はい、需要を起こすより YouTube で撮って、僕も人に伝言をするときは YouTube で撮って、はい、で限定にしといて、で LINE に貼り付けたりとか、うんうん、YouTube ってこうやり始めていろいろ深掘りしていったら結構こう面白いし、うん、限定でいろいろできますしね、はい、うん、楽しいですよね YouTube。 気持ちに伝わりやすいんじゃないかと思うんですよ。そうですよね。文字でどうのこうのするより、やっぱり表現をしてできますからね。はい。で、私のチャンネル登録者さんで、久保塾長さんの板にもようコメントを落としある桜月さんですよね。はい。この方も15名のチャンネル登録者さんがいてはにもかかわらず、動画は一本も上げてないから、はい、コメントオフのやり方とか全部教えてあげるよって言ってね、はい、今日も、やり取りしとったんですけどもね。おお、どんどん僕もチャンネルでね、どんどん YouTube やっていこうって声は出してるんですよ。はい、うん、せっかくチャンネル持ってるのにね、うん、放送をかけないっていうのはもうすごくもったいないから。で、顔出しは嫌って言うから、ステルスでやる方法もあるよっていうふうにね、はい、教えてあげて、教えてあげてって言ったらちょっとおこがましいですけどもね、はい、本人声出さなくても、顔出さなくても、ま、その方はウサギを保護するような活動をね、されてるんですけども、そのウサギさんを、動画で上げて、うん、で、無料の編集アプリとかも持って
るから、そこでテロップつけるなり、音楽つけるなりして、うさぎさんを、うん、動画でアップしたら絶対人気出るよっていうふうにね、おすすめしてる最中なんですよ。うん。なるほど。まあ、これからも温かく。そうですね。あの、すごくね、よくしていただいてね、あの、視聴者さんに、僕も視聴者さんに育てられてるっていう感じですよね。全くそうですね。はい。皆さんのおかげというか。そうですね。いや、その、YouTube で放送するようになって、まあ、思った以上にね、気づくことがあるっていうか、松井さんは、はい、それコンスタントに YouTube 上げるようになったんですけど、はい、まずだいぶなんかこう、生活が切り替わったような感じみたいな。すみません、もう一回いいですか、もう一回。あの、YouTube をコンスタントに上げるようになってね、はい、生活がこう、YouTube 中心に切り替わったみたいな感じしますよね。しますね、します。うん、で僕の場合はこう上げていってて、ちょっと動画にも上げましたけど、あの、久保さんにもちょっとメールでお知らせしましたけど、会社の人がですね、そうそう見てると、なってきててですね、なかなかあの、そこでですね、それ聞いたとき、直接その作業をしてるときに聞いたんですよね、会社で。うん、見てるよとか言って、オーディション受けたのとかって言われて、ね、ちょっとね、あの、見てるって言われたとき、ちょっといろんなこう、なんか暗黙の了解的なこう、なんかブレーキがかかってきたりするんですよ。やっぱり、これはこう、上げると会社の人が見てるから、ちょっとこれはどうかなとか、うん、そういうね、なんかブレーキが働くようにはなってきたんですけど、はい。まあ、そこもあの、なんかこう、精査しながらですね、まあ、特には、まあ、それも取れましたけど、あの、まあ、見てくれてるっていうことで、あの、恥ずかしくないようなじゃないですけど、あの、なんかね、あの、久保さんもなんかちょっと提案していただいた、あの、企画部です。はい。あ、広報部、YouTube 広報部。あと、会社のテーマソング。っていうのを、投げかけたっていうか、一緒にやろうよって言ったんです。その人にですね。うん。そしたら、あの、いや、ちょっと、そこまでは協力できないけど、とかって言われたんですよ。その、うん、そうそうそう。あの、結構ね、マジで真剣に考えてくれているので、ありがたかったんですけど、はい。あの、本当に、あの、会社の中でそれを立ち上げようと多分思ったんでしょうね、その人は。うん。だから、そこまでじゃない、あの、あれで言った、あの、オンラインの中でやりましょうよっていうような、あの、ニュアンスで僕は、伝えたんですけど、なんか本当に会社の中でそれを立ち上げるんじゃないかみたいな、うん、そういう感じで捉えられたんですよね。あそうなんで、でもね、それは YouTube 広報部っていうのはすごくなんか僕はね、なんか新しい発想というか、なんか面白い、実際にこういうのが会社にあるといいなと思ったんですよね。そうですよね。はい、やっぱり会社の活動を YouTube やってないっていうのは、もうなんか、それだけで聞かれ損失を起こしてると思うんで、はい。やって損はないですから、経費がかかる話じゃないんでね。そうですよね。そうそうそう。だみんな、その、サラリーマンしてる方はみんな、YouTube 広報部立ち上げますとか言って、予算もらえばいいのにと思いますよ。そうですよね。いや、もう、来年、あの、新しくうちの会社って、あの、今、工事中で社屋が建つんですよ。はいはい。それで、まあ、そういうタイミングでもね、いいかなと思ってはいるんですけどね、実際に。まあ実際にでも自分がそのテーマソングを作って、こういう作りましたよって社長に例えばこう、あの、まあ、社長じゃなくても部長あたりとかにこう、提案というかこう、言ってみるっていうのも一つの手かなと思ったりしたんですよね。はい。うん。だから、そう、だから、実はそこに、その、社員がですよ。まあ、社員がというか、まあ、なかなかうちの社員って、なんかもう、今、やってること以外も、何もその、やりたくないとか、責任取りたくないみたいなっていうのが結構強い人が多いんですよね。うん、うん。
そう。だからそこがね、いろいろ問題になってるところもあるんですけどね、会社の中ですよ。うん。で、そこがやっぱりその古い、やっぱりこう、もうベテランって言われる人たちがやっぱりそういうとこ、そういうものを持ってるんですよ、やっぱり。うん、はい。なので、その若者が育っていかないっていう現状があるんですよね。うん、うん。実際。だからその新しい企画としてそういうのいいかなと思って、なんか、まあ、アクションを起こしてみようかなっていう感じはありますね、そこは。いや、絶対やった方がいいですよ。そうですよね。あの、やっぱりこう、フォーキャストって、はい、いつぐらいまでにどのぐらいのチャンネルになるかとか、どのぐらいのチャンネルになったらどのぐらいの売り上げの見込みが立つかみたいなのを、はい、あの、当てずっぽうでいいんでね、最初書いて提案するんですよ。はい。より具体的になると思うんですね。ああ、会社にってことですよね、それ。会社に対して。だから、社内にマーケティングを起こしていかないと、はい、独立してビジネスするのと全く一緒ですから、社外にマーケティングかけていくのも。まず、信頼関係が多少でもある社内の人に分かってもらうということでトレーニングになると思うんですよ。はいはいはい、はい。で、やっぱり、先ほどね、松井さん言われたみたいになかなか責任を取る人っていないんで、全責任は私が取りますんでって言葉を随所に出すと、ちょっとこう、心強いなとやってもらおうかなみたいなことになるんじゃないかと思うんですよね。うん、そうですね。やっぱりね、小学生までは、この責任は俺が取るからやってみろがちょっと足りないんですよね。はいはいはい。あの、なんですかね、下町ロケットの大前部長みたいな、かっこいいさ、きっかっこいいみたいな。そうですよね。うん、いいじゃないですか。なんかその YouTube の企画なんて本当に今時流乗ってるんで、で、はい、うまくいかなくても別に恥にも失敗にもなることじゃないですから。そうですよね。うん。そもそも視聴者さん一人でも増えればプラスじゃないですかね。そうですよね。うん、逆にそういうの地域のあのあれにもなるんですよね。活動というか。はい、なりますよ。なりますよね。だから、はい、そのお客さん、うちは大体基本的にネット通販事業なんですね。あ、はい。はい、なので、あの、まあ、こういうコロナの時期であっても、そんな仕事が減るっていうのはなかったんですけど、うんうん、だからそういったユーザーさんに対しても、例えばアクションしたりとか、チャンネル登録してもらったりとかすると、やっぱり、そのまた今までと違ったような、なんか新しいものが出てきそうな気もするんですけどね。いや、多分ね、松井さんね、はい、あの、既存のお客さんとかお得意様に、はい、商品やサービスの説明とか、はいはい、新しい事業の更新をお話しするときに、YouTube を使ってやると、とても伝わりやすいんじゃないですかね。で、そこに社長が出て喋るみたいなとか、松潤さんが社長と対談をして、会社のいいところを引き出していくみたいなのを、お得意様に送ったり、新規のお客さんに送ったり、取引先様に送ったりとかして、それがなんかすごい新しいアプローチで目立つんじゃないかと思うんですよ。そうですね。それはいいですね。あらゆる業種に言えると思うんですけどね。それちょっとやってみます。はい。あ、ぜひぜひ。あれも、ね、提案することとしては、うん、あの、会社の経営方針を社員に、社内に向けて、はい、社長とか人事の方からお話しいただくような YouTube チャンネルとか、はい、あとは新しい従業員さんが入ってきたときに、必ず教えないといけないことってあると思うんですよ。はい、はい。それはもう YouTube で一回撮っとけば永遠と伝えていけるんじゃないかなと。あの、ベテランの先輩社員がもう手を取られることもないですからね。動画があれば。まあ、そんな感じで説得していけば任せるよっていうのがあるんじゃないですか。そうですね。いや、そこはもうちょっとやっていきたい。自流に寄っていきたいですね、会社も。うん、そう、新しい生活様式で。そうです。社長がね、今度あの世代交代した息子になったって、息子若いんですよ。ああ、すごい。40、僕の2つぐらい上なんですけどね。なんで、結構新しい考えを取り入れる人なんで、だから今がチャンスかなっていうところもありますね。チャンスだし、明日から事業再構築補助金っていうのが始まるんですけども、3分の2は補助が出ますから、国から。予算取りやすいですよ。だから新しいカメラ買ったり、パソコン買ったり、はい、コンサルタントさんにインターネットの費用を払ったりするのは、その事業再構築補助金から3分の2出してもらえばいいんで。ああ、そういうのあるんですね。ええー、そうなんですよ。知らなかったですね。結構補助金ね、1年中いろんなのが出てるんで、はい、あの、そういうのを会社に
お伝えしていきながら予算を取るっていう方法もありますよね。あー、なるほどですね。そっか、再構築補助金。わかりました。割とこの1年でね、70兆円ぐらい予算が、財政出動されてて、主には事業者向けなんですよ。はいはい。ですので、お勤めしてる方はもう何かが取れるっていうかね、いくつか取れるみたいな感じで、逆にやけ太りしてるような状態なんですよ。飲食店だけじゃなくて。そう、例えばその雇用されてる側としても、それは、なんかこう、利用できるんですか？利用できるのもありますよ。あ、そうですか。雇用されてる人が、その、シフトを減らされたりとか、自宅待機があった場合は、はいはい、最高で1万5000円までの日当が、はい、自分で申請して、はい、国の方から補助されてるんですよ、今でも。ああ、そうなんですね。だから飲食店なんてのは、事業者に4万、6万出てますけど、従業員にもあるんで、どんどん活用すればいいんですけど、多分ね、一生懸命働いてらっしゃる方って、そういうのを知る機会がないんで、そうですね。機会損失、それもしてるんですよね。で、あまり、積極的に広報をしてないんで、政府の方も。はいはい。だからなんか、そういうのが好きな人だけが知ってて、いつも儲かってるみたいな状態なんですよ。なるほど。じゃあ、それをそういうのを知ってると、やっぱり、結構得をしていくって感じですよね。はい。本当、かなり出てますんでね。はい。補助金とか助成金とか給付金っていうのは。はい。まあ、何もない時から出てるんですよ。ああ。たぶん、その松潤さんも、お勤めされてはいると思いますけども、はい、個人事業主で開業すると、そっちの方でもプラスアルファで受けれるんで、例えば、はい、音楽活動をされてる方とかね、文化庁の方の補助金もあったんですよ。昨年の9月から。はいはい、で、それこそ、たまにライブハウスでライブする人とか、はい、照明で裏方でたまにバイトに入る人とか、はい、まあ、もちろん会場を貸してる方とかもそうですけどもね、コロナの自粛で仕事がなかったわけなんですよ。ミュージシャンの方とか、はい、演劇の方とか。はい。はい、そういうのはことごとく、そういうものが受けれるんで、で、文化庁なんてその予算が余っちゃって、結局使い切れなかったんですよ。申し込む方が少なかったんで。はいはい。なるほど。一応僕、個人事業主としてですね、おととしかな、はい、おととし申請を出したんですね。はい、あ、なるほど。個人事業主って、なんで個人事業主してるかというと、その電子書籍のちょっと収益がだいたい年間7万ぐらいあるんですよ。はいはい。それで一応個人事業主として申請をして、まあ、ちょっと今、やっぱりその税金はちょっと多めに払ってる感じなんですね。普通の従業員よりも。そんな感じで、まあ、それぐらいしか、やってない感じなんですよね。はい、はい、なんで個人事業主としてもそういう補助金とかを利用するといいってことですよね。とってもいいですね。うん、やっぱ資金がある程度あったら、広告料が払えたりとか、営業がかけれたりってするのも、はい、まあ、個人事業主であるから、補助されて、はい、肝心の時にアクションが結構な金額で起こせるんですよね。自己資金でできることって本当、限られてくるんで。はい。ですから、大いに活用していけばいいんじゃないかなとか、それから、この1年は、有名なのが、ゼロゼロ融資って言って、はい、個人事業主の方とか法人の方って、無担保無金利の融資ってあるんですよ。はい。誰でも通ります、これは。あ、そうですか。で、最大6000万なんですよ。6000万だから借りりゃいいじゃないですか、こんなもんね。金利がかかんないんで。しかも返済が最大5年後からなんですよ。あ、5年後からですか。はい。去年の今頃、安倍さんが急にそれを言い出して、はい。こんな殺到しましたよね、そんなの。そうですね、5年後からだったらすごい。うん、でしかも審査は、金融ブラックの方でも、貸し出し業務いっぱいの方でも、それとは別に儲けろって話だったんで、みんな通りましたよ。はい、あ、そう、そうなんですか、そういうのだったんですね。知らなかった。で、一応私の放送でもね、個人事業主の方に最大100万、200万の持続化給付金とかね、はい、今のコロナ融資とか、ずっと放送してたんですよ、1年間。そうだったんですね。ちょこちょこ、久保さんの動画を見てたんですけど、
補助金のやつとかは。普段ね、あんまりこういう補助金とか助成金って、興味が湧かないんですよ。なんか手続きめんどくさそうじゃないですか。そう。今回はどれもこれも簡単だったんですよ。はいはい。すぐそれは通るものだったんですか、申請が。はい、通ります。あ、そうだったんですね。それこそ、定額給付金の一律10万ってなったじゃないですか。あれより簡単で早かった感じですよ。それより簡単で早かったんですか。それ全然知らなかったですよ。普段は難しいんですよ、書類書くのめんどくさいし、はい、何回も役所行ってるんですけども、そんなことしたら役所が3密になるからって言って、もう形式的なもので、どんどん通っちゃったんですよね。はいはい。だからものすごい大事ですよ、そこにしてたんですよ。はいはい。ということもね、これからもまたお伝えしていきます。とかな、やっぱり。そうですね。なんか、さっきのちょっと質問ですけど、はい、いろいろそのニュースになったその詐欺事件とかその給付金と詐欺のあったじゃないですか。はい、あれっていうのは結構若者とかもいたりとか、なんかニュースで見たんですけど、はい、それは持続化給付金とかのそういうなんか詐欺だったんですかね、あれは。あ、そうなんですよ。持続化給付金の詐欺で、あれは事業も何もしてない人に、はい、していたんですよっていうふうな架空な事業を作らせて、申請させたんですよ。だからすぐバレるんですよ、こんなの。ああ、なるほど。事業実態なければ、それはバレちゃいますからね、すぐに。そうですよね。で、手続きしたときはすぐに振り込まれたんです。あ、切り込まれたんですか。だから通常は、審査というか、書類の出し方がいい加減だったら審査通らないんですけども、今回は誰でも通しちゃったんですよ。で、調査は後にしたんですよ。はいはい。だから、後から、あなた授業してないじゃないっていうのを分かって、逮捕者がどんどん出てきたって話ですよね。そのぐらい、今回、ぬるぬるで1年間出してたんですよ。あらゆるもの。もう、ズルする人はいてもしょうがない。まあ、命を救うのが大事だって感じで、お金どんどん出していったんですよね。はいはい。で、後から、ズルした人はバレていくという。なるほど。一部そういう人はいましたけどもね、でも概ねはすごく救われたんじゃないですか。そうですかね。そうですか。じゃあ、ちょっといろいろとチェックしてみるようにはしますけど、そのサイトチェックするときっていうのはですね、その持続化、はい、給付金とか補助金を、例えばその、対象になってるかどうかを確認するそのサイトっていうのは、その、例えば、国税庁とかになる。国税庁じゃないか。国のどっかのサイトですよ。補助金は経済産業省なんですよ。あ、経済産業省です。経済産業省の中の中小企業庁ってところで出てます。はい。で、助成金は、厚生労働省。厚生労働省。はい。大体この2つからよく出るんですよ。はい。年中出てるって感じですね。あ、年中出てるんですね。年中なんかで出てるんですよ。はい、事業されてる方とか、厚生労働省は従業員の方に対して出るものなんで。だから事業者と従業員とで、両面で見ていくのが、必要かなと思いますね。で、あとは、文化庁っていうのは、文化芸術に関わってる方のための、促進事業ですから、なんかね、音楽されていたり、本を書いていたりする方は、文化庁を見に行くといいですね。文化庁ですね。それこそね、趣味ごとでもいいんですよ。なんか個人的に空手教室やってますでも別にいいんですよ。あ、それでもいいんですね。実態があれば、証明するものはあると思いますんでね。うん。生徒さんがいらっしゃったり、はいはい、教室を借りていたりとか、はい。なんか、備品買ったりとかね。結構ね、自分は無理と思わずに、はい、なんか食べれるんじゃないかなと思ったら結構ありますんで、はい、この辺もこれからもね、私の国家塾の方でも引き続き放送していきます。ああ、もうそれすごい楽しみします。結構してるんですよ、ずっと。とにかくお金の問題解決の塾なんで、はい、どんな人にどんなものを提供できるか分かんないけども、今これが該当者の方がいらっしゃったら使うといいですよってのをずっと放送してるんですよね。はい。引き続きお願いします。わかりました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ちょっと1時間ほど皆さんね、過ごさせてもらいましたけども、だいぶ食べきったんじゃないですか。ミサイルさんも食べ残しないですか。大丈夫です。はい。あ、デザートもしかして。そうじゃないですか。あ、大丈夫です。まだお肉が。あれ。あります、ね。ライグル大活躍。大丈夫です。ライグルのプレート6000円でしたっけ、はい、多分、そうですね。あの、6000円ぐらいしますね。うん、はい。なんか。6000。はい。一応なんか、プレートが。山根さん、戻ってきてる。山根さん、アワークラスがもうちょっとですね。アワークラスですかね。ええ。そうそう、アワークラスでも結構ね、あの、やっぱりみんな利用されてた方がね、ちょっと悲しまれてたんですが、また形を変えてね、はい、復活するということなんで、楽しみにしております。はい、あの、泊まりに行きます。来てください。私も行きます。ぜひ行きます。その時に、あれですよね、はい、みんなでお会いできたらいいですよね。そうですね。そうです。結構すごいですよ、ミサイルクラソン、場所的に。はい。来たら3時間ちょっとかかります。隣の県なのに。そうですね。でも結構ね、交通の便は良くてね。いいんですよ。その鳥取県まで僕の家から約1時間かからなくなったし、兵庫県までは30分以内で、無料高速道路がね、通ってるんで、はい、結構、ど田舎ではありますけど、あの、交通の便はよく住みやすいとこです。まあ、あれ、自然も多いし。はい。ミスタイムさん、合宿じゃん、これは。合宿。合宿。行きたいですね。もう、うさぎ飛びと、あの、はい、合宿中は水飲んじゃダメ。水飲ん昔の、ほら、根性の。昭和のスタイル。巻き合いだらけの。はい。なんかね、YouTube であえて間違いだらけの運動をやってみたみたいなんですかね。ね、やりたいな。いいですね。山根さんとかまだ雪積もってるんですか？いや、雪はね、降ったんですけども、またなくなってね。うん、あの今、溶けちゃって、はい、今は大丈夫です。もうこれからは春に出すばかりで、はい、そうですね、雪もう一発ぐらい来そうですか、ま、そうですね、あの一番思う、4月にも降ったことがあるんですよ。それは結構前なんですけどね、はい、うん、まあ今、うん、もうそろそろあの雪も落ち着いてくるかなと思います。3月になっても降る場合はありますけど、そんなに積もることはね、ありませんし、うん、はい、先ほどね、あの松潤さんも言われてたように、あの筋トレの器具なんかはね、買わなくても西桜に来ましたら木で検索がもうできますし、ね、物山を引っ張ってもらったらもうできますね。もうただで、ね、めっちゃマッチョになりますね。なります。行きます。はい、お願いします。来てください。はい、あのロッキーのパルディ良かったですね。あ、はい、ありがとうございます。あれはね、ちょっと苦労したんですけどね、曲をやっぱり使うとあれなんですね、著作権ではないですけど、その収益化は あの場合はね、できなかったですね、あのロッキーのね、テーマは。あと他のギターの弾き語りなんかは、この収益を 分配でしたかね、そういう感じなんですけど、あのロッキーはですね、ちょっとあんだけ頑張ったのにっていう感じでしたね。はい。また作ってください。はい、頑張ります。あ、ちなみに、ロッキーの続編でクリードっていうのがあったじゃないですか。はい。来年クリードの3がなんか公開されるらしいんですよ。あ、そうなんですか。で、僕楽しみにしてるんですけどね。すごいですね、未だに。スタローン、未だに出てるっていうのが、ね。
すごいですね、本当に。またやりたいですね。はい。プロディオ。なんか、ウィスタ M さんなんか、調理してますね、まだ。ウィスタ M さん何を作られてるんですか？ お肉を足そうかと思いました。すごい。1時間食べ続けてる。はい。マッチョにやりたいな、これな。はい。もうちょっと食べようと思います。食べてください。はい。うんうんうん。じゃあもう、ぼちぼちね、お別れの時間にか近づいてるんですけど、ミスターのさんはまだ焼き肉焼いてますけど。今日、お参加いただいたこと、何人いたんだろう、ちょっとわかんないですけども。11名ですかね。11名。ありがとうございます。高田さんも。もう、ありがとうございます。素晴らしい。高田さんはあれ、この前も、どうもありがとうございます。またゆっくりやりましょう。はい。いつも送ってくださってありがとうございます。いえいえ。また、あれですね、インドネシア行ってみたいですね。そうですね。気になりますかね、本当。ね、うん、このご視聴中の皆さん、実はね、インドネシアに、銀行を作ってそこに預金してるんですけど、はい、今こんな状態なんでね、ちょっと途中で計画が今止まってるんですよ。で、何から話すのかな。あの、インドネシアの銀行って金利がいいんですよ。ただ、現地に行かないと口座が作れないんで、はい、去年は行けなかったですけども、おととしとかその前とか、あの、まあ、高田さんもそうですけどね、あの、速稼塾の塾生さんとか、私の放送の、視聴者さんを、まあ、一緒にね、まあ、連れて行ってっていうか、私も連れて行かれてるんですけども、インドネシア行って、なんか、3泊5日っていうツアーでね、食べたり飲んだりして、で、預金も、金利6パーとかもらいながら帰ってくるみたいなんで、ちょっと今ね、インドネシア行けないんですけども、要するにこう、国内で作ったお金を、まあ少しずつですけどね、海外の方で、為替の、差益もあるわけなんですよ。要するにインドネシアって、ルピアって通貨使ってるんですけども、ものすごく今経済発展してて、で、逆に日本は経済発展してないんで、その金利が追いついてきてるんですよね、日本の金利に。だから、ルピアっていう現地通貨で持っていくと、日本の金利以上に金利もつくし、お金の価値も、対円に対してすごく強くなってるんで、私の計算だとね、10年ぐらいで、まあ、なんていうんですかね、私たちが幼い頃経験した倍になるようなね、預金が。プラス為替がつくんで、数倍になるんじゃないかなと踏んでるんですよ。まあ、いうのでね、ちょっとたまに行ってたんですけども、最近行けなくて辛いなというところです。あとは最近は暗号通貨とかまたね、流行ってきたんですけども、暗号通貨の決済にもインドネシアの銀行ってすごく有利なんで、そこを使ってるんですよね。やっぱ日本の決済銀行は、課税がものすごく高いんで、やっぱりインドネシアの銀行、税金も安いんですよ。で、私たち納税者としては、世界のどっかで課税されてれば、日本で課税されることがないんで、まあ有利にね、やっていけるところは、まああるんですよね。まあ、まだそんなに大きな金額は使えてないんで、気にしなくてもいいといえば気にしなくてもいいんですけども、多分子供たちの時代にはあと20年とか30年だったら、それこそ本当に国境を越えてお金のことを考えないと、いろいろと、損をするんだろうなって気がするんですよね。まあそういうのも放送でお伝えしていきます。まあインドネシアね、日本人向けですよ、食事が。楽しいですよ、過ごしやすいし。ベトナムもいいですよね、ベトナム。お、コウジさん、ベトナムも、うん。はい。ベトナムは私、経験ないですけども。ベトナムはね、今、日本の企業が力入れて、実習生を募集してるでしょ。それで、僕も以前勤めてたところの会社で実習生を毎年迎え入れてて、ちょっとこのコロナの加減でね、
去年おととし、去年今年と受けてないんですけども、受け入れてないんですけどもね、その子たちの話を聞いてると、かなり物価も安いし、はい、そういう面ではいいなっていう風な感じですよね。だいたいベトナムの実習生がもらう給料っていうのはもう国が決めてるんでね、14万円月給で14万円なんですよ。はい、でブローカーがやっぱりいてるから日本に送り込むブローカーっていうのが絶対ついてるんでね、はい、その人に100万円を1年間かけて返済するんですよ。はい、で、その1年が終わった後は、その14万円っていうのは自分の全部給料でもらえるんですよね。うん。はい。で、ベトナムに、引き続き実家の方に10万円を仕送りするっていうような形で、で、日本で4万円で、生活をしてるっていう子がいて、こうっていうか、そういう人たちが周りにいっぱいいてるんで、今日はその子たちと、対談をしようという思いで、はい、出て行ったんですけども、はい、月末給料日やって、26日の日に給料をもらってるもんやから、うん、その子たちがみんな固まって、どっか名古屋市内に買い物してるかして、行ってなかったんでね。はい、で、もうしゃあなしに公園でもう三脚立てて、YouTube 動画撮って、ね、流したんですけどもね。ああ、そうだったんですね。はい。まだベトナムの方とお話する機会があったら、対談するなり、はい、いろんな情報をまた教えていただければと思います。そうですね。日本語も結構もう喋れる子もいてますしね。はい。はい。また YouTube で対談っていう形でね、皆さんには知らない人なんですけども、私の友人たちがいてますんでね、ベトナムの友人たちがいてますんで、その子たちと対談してるところをですね、動画でアップします。ここのところよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あとは、はい。インドネシアって言ったら、はい。バリ島、僕行ったことあるんですけど、はいはい。バリ島は、すごくいいですね。はい。なので、旅行とかインドネシア行ったついでに、そのバリ島とか行くっていうのをすごく、その、なんですか、リラックスするというか、ちょっとこう、はい、息抜きに行くのは、息抜きってそんなめったに息抜きってはいけないかもしれないですけど、ケチャックダンスとか、その地元のダンスっていうか、そのなんか儀式的なダンスがあるんですけど、ケチャダンスとかありましたね。ケチャダンスっていうんですかね。はい。あれがすごくね、印象的だったんですけど。そうそう。はい。だインドネシアってなんかそういうなんかこう魅力もあるところだな、場所だなって国だなって思います、あそこは。はい。だからまたね、行ってみたいなっていう、なんか話聞いててね、昔のこと思い出して、行ってみたいなって感じになりましたね。行きましょう、集団で。行きましょう。そうですね、行きたいです、またね。僕行くとき、みんなこう、放送でつながった方とね、20人とか30人で行くんで、なんか修学旅行みたいで面白いです、ね。そうですね、本当。楽しみにしてます、この時。またね、海外とやり取りが回復してきたら、そういうことも考えていきたいですね。はい、楽しみにしてと、お金貯めとこう。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、ミスタイムさんと、はい、あ、なんか食ってる。焼き上がりました。焼き上がりました。おー、ミスタイムさん、すごい。はい。一切ビビらず、芋引かずでお願いしますよ。はい。ステーキが焼き上がりました。もうね、新しいトレーニングするときに結構芋引くんですけどね。はい。なんかこう、はい、手首痛めるんじゃないかなとかね、はい、関節いくんじゃないかなって恐れがあって、
あ、そうです。新しいのやるときは気を使いますね。怪我をしないように。はい、うん、まあでもそのミスター M さんとかすごいトレーニングのネタがめちゃくちゃあるんですけど、モチベーション動画なんて今日も送られてきて、はい、ようありますねネタが。あ、そうですね。いろんなことをやってきたので、うん、ネタたくさんありますね。はい、あ、なんか山根さんはトレーニングでなんか特別なのとかご存じない？いや、特にはないですけど、あの、うん、まあ、一番好きなのがこの大胸筋を鍛えるベンチプレスですかね。うん、あれを、安い機械なんですけどね、このミスターさんが持ってるような、はい、あのパワーラックっていうのも買おうかなと思ったんですけれど、途中でね、筋トレやめちゃったらもったいないですしね。でも安めのね、あの、まあ、10万もしないやつをちょっと買って、今はまあ やってます。これからまあ暖かくなるんでね。あ、そうですね。このベンチプレスですね。ぐらいです。はい。うん、はい。パワーラックは確かにね、はい、あの、筋トレ飽きたときにどうしようと思うんですよ。かなりやる気合いが必要です。そうです、そうです。ねえ。パワーラックしかも、あれでしょ、部屋に入れちゃうわけでしょ。そうですね。珍しいから。ガレージとか屋外は聞いたことあるんですけど、珍しいです。ちなみに、ミスター M さんね、パワーラックを2階部分に置くと、はい、重荷重の問題で、はい、なんか床が抜けたりするみたいなことを心配する方がいるんですよ。まあ、私もその一人ですけども。はい、ああいうのをコンパネ入れたりとか、なんか対策としてはそうですね、あのコンパネを入れることでだいぶ、そうですね、和らげることができるということで、で僕引っ越す前は2階に置いてたんですけども、うん、そうですね、で今はあの1階なんで、あ、はい、だいぶあのそこは変化、ちょっと、まあ、それでもやっぱりあの傷とか、まあ、あの重さは気になるんで、しっかりとあの、うん、と枚数も多めにコンパネを今やってますね。はい、ですよね。うん、はい、やっぱりそこら辺気を使うところですね。うん、山根さんのお宅はね、結構広くて、庭とかにも置けそうですね、うん、車庫とかにも。あ、なんか山根さんの動画で出てくるガレージとか置けそうですよね。いや、むちゃくちゃ広いんですよ、山根さんの家。いやいや、まあ、そうでもないですけどね、まあ、ガレージに置くと、やっぱり冬場がね、寒いんでね、僕も2階にその器具を置いてるんですけどね、そこがまあ筋トレルーム兼ギター弾き語りルームというかね、はい、すぐ隣の部屋でやってます。そうですね。まあ、松潤さんはあの6畳のピアノマンから6畳の筋トレマンになかなか難しいですね。いや、こういうのやってください。あがいてはいるんですよね。アブローラーとか買ってるんですけど、はい、アブローラー使って腹筋鍛えたんですけど、ええ、でもやっぱ変わりました。変わりました。変わりました。うん、アブローラー。アブローラーいいですね。アブローラーいいですね。うん、だからもう今度アブローラー、まあ、腹筋、あの歌う時も腹筋で使うんで、あ、腹筋とその胸筋っていうのがですね、ここにあの何ですかね、あのここに共鳴させるんですよ、声を。うん、なので腹筋っていう、腹筋と、あと、まあ、あの、この胸筋も鍛えないといけないなと思ってですね。うん、だから、その、腕立てとか、うん、あの、胸の筋肉、胸筋とか腹筋はもう大事なんで、もう、鍛えなくちゃいけないなと思ってですね。うん、あの、筋トレには、だから興味がすごく合ってるところなんですよね。ね。だからその公園どっかで鉄棒あるところ見っけて、もしなければちょっと山根さんとこう一回行こうかみたいな。行きましょう。合宿で行こうかなみたいな感じです。こう木でね、懸垂をもうやったらもう何でもできます。もう恥ずかしい。何でも。ね、もうやれますんで。もう一遍やってみて。西粟倉荘でやりましょうよ。合宿で。合宿やりましょう。筋トレ合宿。
一番お金かからないのはあれですよね、久保塾長が動画で上げてた、スクワットのやつ。10秒スクワット。30秒。はいはいはい。あれ、僕やったら、腰痛くなりましたよ。あ、難しい場合は、壁を支えに。そうですよね。まあ、お金をかけずにね、鍛えるのは、10秒スクワット。はい、あれ体幹もね、しっかり鍛えられると思うんでね、あれはいいと思いますね、はい。もうそうなんですよ、だから、特に機材なくても、体鍛えることはできるって言えばできるんですけど、これね、ミスタイムさんにも何度か相談したんですけども、飽きるんですよ。なるほど。機材買うと、なんかやる気になるんで、はい、買い続けてるね。わかります。そんなとこありますよね。もう自らを演出していかないと、ね、なかなか心を鍛えていかないといけないですね。はい、心もマッチョに。マッチョになりたいですね。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。そろそろ終わりになります。すみません、1時間半もこんなにね、なんかね、皆さんと関われるとは。あと、すみません、ログインしてくださったんですけども、なかなかね、関われなかった方もいらっしゃると思いますけども、なんと言いますか、またお会いできる日を楽しみにしています。高橋さんや野崎さんもね、あとちょっとすみません、私のスマホから見れない部分があるんですけども、11名の方、今日一緒に過ごすことができて、とっても嬉しいと思います。まあ、これからもね、ちょっと、アラフォー、アラフィフ中心とした男臭い、この男軸ですけども、タビタ君、どんどん鍛えていきますよ。で、ミスタイムさん、ちょっとなんか、コメント、最後にお願いします。あ、はい。本日はご参加いただいた方、本当にお忙しいところ、ありがとうございます。私の、そうですね、ガチンコマッチョクラブ、まあ、男軸スタートっていうことで、そうですね、まあまあまあ、男性、女性に限らず、気合を入れていきたい方とかですね、そうですね、そういう方に少しでもお役に立てる男軸でありたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。ね、ミスタイムさんと私の格好を見て分かるように、はいはい、二人して皆さんの応援団ですからね。そう、桃太郎バージョンです。応援させてください。はい。では、また汚れちまった悲しみでお会いしましょう。皆さん、お疲れ様でございました。ありがとう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 ございました。本当、よろしく。よろしく。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。あ、まこちゃんから。松潤さんがアップになってる。あれ。はい、